大黒小金コープリーズオカスは、甲中目、小金虫科に分類されるカブトムシの一種。大型のクソムシで、オスの頭部に角がある。日本では、北海道から口の選ぶ島まで、日本以外では、朝鮮半島と中国にも分布する。成虫の体長は20ミリメートルから32ミリメートルで、クソムシでは、日本最大の種類である。成虫の体は、体高が高く、 ずんぐりとした防水型を示し、体色は黒色。背面は全体に鈍い光沢を有し、全紙表面は天国が規則的につながって無数の列状を形成する。覆面には茶色の短い毛がある。頭部は半円形でシャベルのような形をしている。足もがっしりしていて形節に。 多くの棘があり、特に前足の形節は平たく、幅広く発達している。この頭と足の形状は地中や糞に潜り込むのに適応した構造といえる。オス成虫の頭部には上向きに一本の角が生え、さらに前胸にも前向きの低い角が四つ並んでいる。このため大きさがわからないオスの写真や図はカブトムシ類にも見える。メスには角がなく前胸の四本角も小さな。 イボ状突起という程度である。幼虫はいわゆる事務士型である。成虫は10月頃まで生存、活動しているが、春から初夏にかけて最もよく活動し、繁殖もこの時期に行われる。成果にはもっぱら地中で幼虫の育児休の手入れや仮眠で過ごす。天気の良い日にはブンブンとよく飛翔し、餌となる草食動物の排泄物に集まる。 彼らは栄養分に乏しい食物を徹底的に消化吸収する必要があるため、大黒小金の成虫の消化管の全長は体長の10.2倍、それに次ぐ禁煙種ミヤマ大黒小金の場合でも8.6倍に達する。またその90%は中長が占める。牛糞を食べている時の漁師は接触と同時に術状につながった糞を 肛門から延々と排泄し続ける姿がしばしば観察される。牧場で人工飼育されている牛や馬といった草食家畜動物の糞を餌としている姿が一般に知られるが、そうした環境がない順や生果では、タヌキ、ニホンザル、イノシシ、シカ、カモシカ等の糞にも集まり、不肉等によるベートトラップでも時折採集される。また、現状として、 日本で牛の放牧が行われている場は高原である場合が多く、それらで見られるのは多くの場合近縁種の三山大国子が根である。牛や馬の糞を餌としていて、それらの動物がいる牧場に多く生息する。ただし平野部の牧場には少なく、丘陵地や山地の牧場によく生息する。成虫は夏に発生し、糞に集まって深い縦穴を掘るほか、 夜には10日に飛来する。成虫発害で、縦穴の中に、糞の塊を運び込んで一塊にして、しばらく寝かして発酵させた後、複数の育児球に加工してその先端部内に散乱し、その後もそばに泊まって育児球を管理する。卵から孵化した幼虫は、育児球の内部を食べて成長する。絶滅危惧痛類日本では、 牛や馬を一年中放牧している牧場が少なくなり、糞が安定供給されなくなったため、全国的に数を減らしている。2000年の環境省レトリストにて、本種は初めて記載され、その時のランクは、純絶滅器具であった。その後、2007年以降の環境省レトリストでは、絶滅器具通類に指定されている。大黒小金の一種コープリーズルナリスノース。 ヨーロッパに分布大黒小金属は、大黒小金の他にも多くの種類がある。日本には、大黒小金以外に4種類が分布する。ヨーロッパ産のスペイン大黒小金ーヒスパネスは、スカラベと共に、ファーブルの昆虫期に登場する。梅谷健二、大黒小金の名が、胃腸、インセクタリウム2000年4月号、昆虫類のレッドリスト新旧対象評価教唱2012年。 ありがとうございます。